中京省対民席中延長25回。中京省対民席中延長25回。中京省対赤市中延長25回とは、昭和8年、1933年8月19日に、甲子園球場で行われた、第19回全国、中東学校優勝野球大会の準決勝、第2試合の東海代表、中京商業学校、愛知県、現、 中京大学附属中京高等学校対兵庫、代表、兵庫県立明石中学校、兵庫県、現、兵庫県立明石高等学校の試合を指す。延長25回による決着は、県予選、春、夏の大会を通じて、高校野球史上最長記録である。1958年の第40回大会から、延長18回引き分け再試合規定のルールが、 制定されたため、不滅の記録となっていたが、2018年よりタイブレーク制度が導入されたため、ルール上は更新することが再び可能となった。中京賞は、この大会に、史上初の3連覇がかかっていた。3年連続でエースを務める吉田正雄を、中心として、ホッシュに野口明を要するなど、まとまった戦力を有していた。吉田は回戦の勝戦で、 ノーヒットのオーランを達成するなど好調であったが、続く2回戦の何和商戦で負傷し、左まぶたを3針縫う事態に見舞われた。ただしこの試合を続投し、準々決勝で藤村文夫がいた、対象中を退け、準決勝に進出してきた。一方、明石中には、高級投手として名高い楠本保元がいた。楠本は、前回大会で4試合36イニングを投げて、 ヒアンダ9、脱三振64、吉98、失点3という素晴らしい記録を樹立し、本大会でも3試合24イニングで脱三振38、失点0、2回戦水戸商戦では中田武雄との系統でノーヒットノーラン達成という驚異的な力を発揮していた。楠本は本年春の選抜大会準決勝において中京賞を一のロ。 三安打カンプルに抑えており、中京賞にとっては三連覇達成の前に大きく、厚い赤子中という壁が立ちはだかっていた。中京賞は、当時としては洗練された合理的な準備をして、試合に臨んだ。例えば試合直前の昼食は、中京賞の選手が、カツカレーを食べて、スタミナをつけていたのに対し、赤子中は、重湯と卵2個だけ。 試合中も中京賞がレモンをかじってエネルギー補給していたのとは対照的に赤市中は砂糖水を飲んでいたという。先発は中京賞吉田、赤市中は中田であった。中田先発についての反響は大きく、当時のマスコミも中京は不死身の吉田、赤市は意外や楠本を右翼に退ぞけてと表現している。実はく本は格下の兆しがあり、 体調不良だったらしく、さらには、脇の下の汗もこじらせて可能して出血しており、本大会予選から中田との系投が多かった。また中田が楠本からの系投で、ノーヒットノーランを達成したり、準々決勝の横浜商戦で3位ニングに7、三振を奪ったのが、明石中に決断させたのであろう。いずれにしろ、前夜のうちに先発中田は決まっていたという。 中田の先発に最も驚いたのは、中京商ナイン。先発は、楠本以外想定しておらず、この年の選抜で、楠本の前に0から1、3安打カンプーで敗れて、以来、打倒、楠本を合言葉に、投手を前に立たせて、速球を打つ練習していたからである。事実中京商、大野木は、中田って誰だと驚いたという。ただし、 明石中の加藤二類氏は、選手に驚きはなかった。楠本さんの体調が悪かった。それに、中田の調子が抜群に良かったから我々は、大丈夫だと思っていた。加えて、楠本さんの足もあるが、事前の偵察で、中京省が、速球の練習を繰り返していたので、その意表をつく狙いもあったのではないか。と語っている。 8月19日午後1時10分に試合開始となった。両投手力投のうち2回は進み、9回表終了の時点で安打は、中京賞が0、赤市中も1本だけであった。9回裏、中京賞は、吉田の言う悩んだ。杉浦の3塁前ギガが3塁の失策を誘い、無視2.3塁と絶好期を迎える。赤市中は田中を敬遠して、満塁策。 神谷の打球は快音を残すが、ピッチャーライナー、飛び出していた三塁走者、吉田は気類できず閉殺、続く岡田も三塁ごろで延長戦に入った。十四回をもて、赤市中和西から、内野安打で出塁した長尾が、吉田の冒頭により日ッ加藤が、死球の後、長尾は三刀に成功したが、オーバーラン、三本間で強殺。十五回て。 赤市中は西から峰本と山田の連続安打と、横内の支給で満塁と攻めたが、楠本が三振。十七回裏、中京賞は西一塁から、田中がようやくこの試合チーム二本目の中前打を放つも、神谷中飛。二十一回表、赤市中は、先頭の横内が、右前安打と冒頭で、無視二塁。しかし続く楠本の一塁戦技だが、 吉田の後半断で三類視察。夕頃で出塁。楠本は二類封殺した中田が二通し、西二類とするも、長尾二頃。二十一回裏、中京賞は、野口の右前安打を鬼頭が投げ前儀だ。大野木の二頃の間に、野口は三振、西三塁となるが、福谷三頃。二十二回裏、中京賞は一死から、 左前ヒットで出塁した杉浦が二頭、星からの送球を二塁手が後一する間に三塁を、狙うもアウト。田中三振。二十三回裏、中京昭は西から野口が二内安打。鬼頭うぜんア大野木三五郎野戦で満塁とするが、福谷三振。二十四回裏、中京昭は、吉田四球、杉浦と全儀だ、田中遊ぶ五郎間に、 吉田察知して西三塁とするが、神や遊ぶ頃。十五回裏、中京章は、先頭の前田が、四球、野口の三塁前へギダを長尾と中田が譲り合って、バントアンダとなり、無視一点二塁。さらに、鬼頭の投げ前ギダが三風を狙った、中田の野戦を誘って、無視満塁。当然、ホーム封殺以外のプレーは許されないので、明石中の内野は、 バックホームに備えて、全身守備。打順は1番を抜き、2ストライクから放った当たりは2ゴロ。二塁手の加藤が補給するも、その際に三塁ランナーの前田がすでにホーム直前にいたのを見て、間に合わないかもしれないと焦り、握り損ねのまま慌てて本塁へ送球。ホースプレーになるので、タイミングはアウトだったが送球が一塁が温めに、大きくそれ。 福島保守がジャンプして補給する間に、前田がヘッドスライディングでホームイン、ついにサヨナラ勝ちとなった。記録は二類種、加藤のエラーであった、よって打点はつかず。時に午後6時5分。試合時間は4時間55分。大会最長試合記録、2013年現在。投球数は、吉田336球。 中田247級で両者関東であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。